それでは小野真知子さんに伺います。小野さんが演じられたのは幹事の人生を大きく変えた過去の女だったわけですけれども、本編冒頭およそ20分間の間にですね、25年前の幹事と佐恵子の濃密な過去の出来事が描かれています。思い返してみて、これほぼ初共演と伺っているんですけれども、浩一さんとの撮影いかがでしたか？ほぼ初日、2人での初日の時にベッドシーンでしたよね。そうなんですね。なんかちょっと気まずいというか、気まずい。ほぼ初共演といっても ほとんどその前のぼうの城という映画の時はまず絡みもなかったんで、うん、でいきなり会って、おはようございますってじゃあそういう形だったんでね。そうなんです。だから、まあ、だからちょっとすぐこう、ポンといけたというか、むしろ、話しやすくなれたといいますか、はい、そうさせていただきました気がしますけど。いきなりぶつかっていくということだったわけですね。そうですね浩一さんはもうやっぱりちょっと戸惑われました？いや、もうもちろんですよ。本当に恥ずかしかったですよ恥ずかしかったいや、もう決してラブシーンって何とも言えず苦手なもんで、ね、だから、まあでもそっから始まってよかったのかね。そうかもしれないです ね、まあちょっとスナックでパッとって夜のシーンから入るよりは、逆にラブシーンやってから夜スナックやって、なんか、まあ今さっきの話は全然逆なんですけど、結局何から始まるかっていうのはその時のやっぱ運でもあるし、はい、なんか、まあ、小野さんとはそれでよかったのかな。まあでも本当に映画始まって冒頭20分もお二人のシーンがあって、その後の現在の部分がやっぱり生きてくるわけですからね。非常に重要なシーンということでしたが、実は舞台裏そういうことになっていたということも伺いました。その前にですね、本田さん、はい、今日は現場からですね、はい、まあ、とてもお世話になった佐藤浩一さんに感謝の気持ちを込めてプレゼントを用意されたんですよね。あ、そうなんです。懺悔を作ってまいりました。はい、ねえ、これまあ、もう皆さん映画ご覧になってますから、はい、もちろんよくお分かりだと思うんですけれども、懺悔を作られたということで、これはやっぱり浩一さんに、逆に撮影時には浩一さんがお作りになってたと伺ったんですけれども。そうなんです。浩一さんが作ってくださって、でそれを私食べていたので、ぜひ今回はと。お礼の気持ちを込めまして自分で作ってきました。本当にね、先ほど僕も見学をさせていただいたんですけど浩一さん本当に本田さんが作ってましたからね、うん、そう、さっきからふーしか言ってないですけど、今ちょっと半信半疑の、はい、ご様子ですけれどもでですね、こちらの先ほどね、お作りになってる様子をですね、はい、そうなんです、証拠として VTR に証拠です。はい、浩一さんもし信じていただけなかったら困るなということで我々ちゃんと証拠写真を押さえておりますんで、ちょっとご覧いただきましょうか、ね、では、映画ターミナルの時に浩一さんが私に懺悔を作ってくださったので、今回は私が懺悔のプレゼントをしたいと思います。ということで懺悔を作ります。はい、もも肉に入れて、生姜ですね、生姜を入れて、はい、これニンニクですね、よいしょ、入れて、ピッピッピッ、はい、そして混ぜます。よく揉み込みますね。では揚げます。よいしょ、ほい、うわいいいい怖い。あ、でも意外とないんですね。よかったね、浩一さんが喜んでくれますようにと祈りながらね、入れていきたいと思いますけども、一回こんな感じで、なるほど、固まってくるんですね。はい、どうでしょうか、まだですかね、これどうでしょうかね、これですね、一回この子たちをあげましてですね、でこう余熱で中に火を通して、でもう一回この油の中に投入するとよりジューシーになるという情報を仕入れました。なのでそうしたいと思います。ちょっと冷ましているのでタレ作りをしたいと思います。
はい、ではまずベーシックな黒酢だれからいきたいと思います。こちらみりんですね。はい、黒酢だれと山わさび醤油です。はい、完成。ではですね、余熱が通ったので2度目の揚げに入ります。おお、パンチパンチ言ってる。唐揚げ、あ、唐揚げじゃないや、ザンギだ。ザンギって感じがしますね。はい、1個目ザンギ。これもそろそろかな、多分いいよな。2個目ザンギ完成しました。ね、高一さんが喜んでくれるといいなと思います。泣くかな、美味しすぎて。うん、泣いてくれるかな、きっと高一さんなら。でも本当にあの無事に出来上がってということでね、はい、あのつい先ほど、はい、作ってました。この上で、ね、作ってらっしゃいましたけれども、これあのじゃあもうどうでしょう。なのでじゃあ、あ、小石さん、まずはあの匂いの確認ですね。匂いの確認、そしてちょっとあの一度あの手にしていただいて、ちょっとあの皆さんに見えるように、タレもね、はい、あるんですよ。あ、タレもありますね。まずタレなしでということで、じゃあよろしいですかね、はい、どうぞ。いかがでしょうかね。いやいや、もう冷えてるんだけど。はい、まあそうですね。だけど十分に美味しいです。あ、十分に美味しいです か, ですか。あ、よかっ た, かった拍手。ありがとうございます。よかった。先ほどあの劇場の方に伺わせていただいて、本当ふっとこう天井を見て、この古めかしさ、あの正直申しまして、あの35年ほど前にこの東映さんで青春の門という映画でお世話になりまして、その時地球放炎と自立炎という2本の作品をやらさせていただいたんですけど、その時ちょうど35年前にも僕はここで舞台挨拶に立っています。その時は菅原文太さん、松坂慶子さん、さまざまな方いらっしゃって、真っ先の方にちょこんといたわけですけど、35年経って、まあその時を起点にしたと考えれば、じゃあ今が終点なのかというと、決して終点ではないわけで、まだまだこれから先も映画というものに携わっていきたいなと思うわけですけど、なんかつまり我々にとってみれば、いつでも人にとってみればいつでも起点になる、決して自分が決めることではない終点を常に自分の中で起点として世の中人生を生きていけるんだなっていうことを今日改めて感慨深く感じました。まあ、この映画、まあ、多少地味な作品ではありますけど、皆さんに見ていただいて、いろんなことを考えていただくことで成長できる映画だと思っています。本当に本日はありがとうございました。